今月10日、中野区大和町にある区立三鳩小学校で土壌つかみ大会が開かれました。この催しは子どもたちに楽しい思い出を作ってもらおうと、保護者や OB などで構成される三鳩小親父の会の主催で開かれたものです。三鳩小の校舎が新しくなってから2回目の開催となった今年は、1年生から6年生までおよそ200人が参加。水泳の授業を前にきれいに掃除されたプールを使って行われました。こちらはほとんどが土壌つかみ初めてという1年生の会です。お手伝いとして参加した中学生たちが土壌を放流すると、子どもたちが一斉に捕まえに集まります。今回用意された土壌は去年よりも3キロ多いおよそ15キロ。バケツなどの道具は禁止で、手を使うのがルールということで、ぬるぬるした土壌はなかなか捕まえられません。捕まえるコツは両手で水と一緒にすくうように持ち上げること。特に土壌はプールの壁際に集まってくる習性があるようで、それに気づいた子どもたちは上手に壁を使って捕まえていました。すごい取れてる。すごいじゃん。土壌ってぬるぬるしてて早いんだなって思いました。大きいのとかちっちゃいのとかもいて、すごい面白い魚なんだなって思いました。なんかうにょうにょして可愛かった。観察とか、食べたりとかする。ああいうで唐揚げにします。そして毎回子どもたちがお目当てにしているのが大物のうなぎです。プールに放流されると我こそはと捕まえようと、ずぶ濡れになるのも気にせずに夢中になってうなぎを追いかけていました。うなぎを取るって目標にしたので、うなぎを取れてとても嬉しかったです。本当にベンツに関係ない 2,3 人で取って、で最後は妹が取ったんです。で取れて嬉しかったです。三鳩町の親父の会イベントで、今回土壌つかみ大会の方を、進行者によって2回目を行いました。今回ですね、土壌を触ったことがない子とかもいたんですけれども、まず土壌に触って、どういった感触をするのかなというところと、あと広いところのプールでどんな動きをするのかなというところを、見ていただきながらをちょっと体感していただいて、でぜひ持って帰ってもらってですね、育てたりとか、あと今回は食用なので食べてもらったりですとか、そういった体験を提供できればなと思って、親父の会一同土壌つかみ大会をやらさせてもらいました。今回もみんな楽しい笑顔で子どもたちが楽しんでやってもらってたので、とても良かったなと思っております。土壌つかみ大会、なんというイベントでしょうか。楽しそうでしたね。で、今回用意された土壌は食用で、観察することも食べることもできる土壌とのことです。で、会場では唐揚げの調理法のレシピ誌、ちょっと衝撃的すぎてレシピが言えなかったんですが、唐揚げの調理法のレシピが配られていったということですね。だからどれくらいの方がこうね、そっと掴んだ土壌をお家で揚げ揚げしたのか分かりませんが、どうでしょうね。でもお子さんたちにとってはこれも一つの食育なんでしょうか。どんなお味がしたんでしょうね。